はい、動画がね、録画、最大になりました。もう一回撮ります。うひゃー、蝶だらけ。これはすごいですね。お、こいつも、こいつも、またこいつか。ほら、羽ボロボロだよ。ほら、鳥に食われたんかな。鳥に食われたんかもわからん。うわ、すっげえいっぱいいる。ほら、超超超、うわー、これ黒、なんだろう、黒揚げやかな、違うのよ、なんかいるわ。こういう水場にも結構蝶って集まるんですよね、あの水を飲むためにね。ああ、こういう水場にもいわゆる水飲みに来るんだよな、蝶な。いやー、楽しかったなこれ。いやー、楽しかった楽しかった。どこだここ。お、来た、虫ハンター、カマキリ。カマキリ、お、これは枯葉カマキリだって。うわ、卵、うわ、いる、あそこに。ほら、腹でっか、腹でっか、こいつ。ほら見える、あそこに卵あるね。卵はあれ、羽化したんかな。お、黒筋銀ヤンマ、幼虫、トンボのヤゴ。あ、いた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 、ほら、植物かと思った。あ、でけえな、やっぱ銀ヤンマ。あ、ここにもいる。 お、ジグモ。これ、チンの中に、あの、巣を作るクモですね。ジグモ。うん。まあ、あんま見えねえけど。台湾サソリモドキ。どこにいんの？あ、いた！なんだあれ。あそこに、隅っこにいるわ。隅っこにいるぞ。ちょっと分かりにくいけど、あ、本当にサソリっぽい。なんか釜みたいなの持ってるわ、手に。お？あ、ホタルの幼虫じゃんこれ。大島窓ボタル幼虫。ほら、あのコップの中に入ってる。大水すまし、水すまし、あ、いる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 、ほら泳いでる泳いでる。お、足高軍曹、うわ、いた、足高向こうも初めて見た。足高軍もほら、へばりついてる、見える。足高軍曹、ゴキブリを捕食するという。うわー、手とか足広げると 30センチぐらいになるんだよな、これな。お、マイマイかぶりじゃん。これはあのマイマイを食べるという。おい、たいた、昆虫ゼリー与えられていますね。いわゆるあの、デンデン虫を、デンデン虫っていう、あの、なんだっけ、カタツムリ、カタツムリを、あの、溶かして食べるやつ。これ、トンボのあれですね、標本ですね。うわ、なんかいるわ。あ、タガメじゃん。
絶滅危惧種のタガメ、絶滅危惧種、うわタガメも間近で見るのはなかなかないな。かっこいいな。やっぱタランチュラ、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 うわでけえでけえタランチュラ、でけえ。ちょっと分かりづらいか、ほら、うわサソリだ、ダイオウサソリ、うわでけえ。あ幼虫、コオロギ、コオロギの幼虫がいるわ、餌だあれ。うわ大きいっすね。お、ダイオウグソクムシだ、グソク、グソクムシの、うわダンゴムシみたいな、グソク、これはあれですね、お土産店ですね。消しゴムだ、なんかいるぞ。うわ、ダンゴムシだ。うわ、ダンゴムシなんて飼ってる生物園あるか、見えねえ。そうそう、お、弁慶ガニ、カニカニカニ、カニはどこかに、あーいた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 、あそこにいるわ、ほら動いてる。おー、カニカニ、グッピー、うわぁ。グッピーはこれ、よく見える。うわ、ゴキブリじゃん。うわ、でけぇ。デュビアの2倍ぐらいあるわ。デュビアの 1.5 倍ぐらいあるわ。でっか、あ、これはこれ、石亀？草亀だ。草亀くん。草亀、草亀。おー、クサガメ、クサガメだ。いやー、ふぅ、お、なんだこれ、バタフライガーデン、バタフライガーデン、あー、なんだこれ、バタフライ蝶々、うわ、なんかいる、下に、うわ、ロバだ、ロバがいる、ロバ、うわ、下にロバいたの、あれ、あ、モルモットもいる、うひゃー、うわ、蝶は、あ、あれ蜂の巣じゃん、蜂の養鶏、養蜂、養蜂のあれがある、蜂がいっぱいいるわ、すげえ。ちょっとあのロバのとこ行こう、ロバのとこ、あのモルモット、あの紅茶ガーデンさんの、紅茶さんのモルモットみたいなやつがいる。モルモットだ、あれ絶対。
モルモットモルモットモルちゃんモルちゃんモルちゃんちゃんモルちゃんちゃんのバカ。これ園外っていう、園外なのかな。鳥と動物たちの触れ合いコーナーはこちらです。来たー、触れ合いコーナー、触れ合いコーナー待ってました。餌の持ち込みはできません。餌はモルモットと羊のみ与えることができます。これ触っていいんですか。あ、モルモットはこちらで受けられますよ。今こちらお散歩させてました。これ散歩だって。モルモット散歩。あんまり飽きたないんですけどね。うわロバ。あ、馬です。これ馬ですか。馬とロバってちょっと違う。あー、違うんですね。見間違えられます、大きさが。もともとは単語の洞窟入ってって荷物引っ張るおばさんだったんで、狭いとこでも入れるようにちっちゃく改良された種類ですね。じゃあ人間にはね、とってもありがたい。そうですね、おばさんもね。人間と一緒にジェットコース。お、どうぞお近くでご覧になっていただいて結構ですよ。うわぁ、ウサギとモルモット。そうです、お背中なら触って平気ですからね。うわぁ、モルモットモルモットモルモット。はい、こんにちは。モルモットモルモットモルモット。ウサギちゃん、ウサちゃん、ウサちゃん。こんにちは。これウサギ同士だからね。近くでご覧になっていただいて結構ですよ。おいしゃー、かわいいな、こいつら。ふい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 、ピクピク。うわ、あったかい。これはかわいい、かわいい。ヤギ、ヤギはね、お羊もいるわ。ヤギはね、小学生の時にね、飼育してましたからね。ヤギ。なんだ？臭い。かなりこっから匂いますね。お、うわ、カンガルーだ。うわ。すげえ、なんかシュールなシャメなんだけど。おい、行こう。ほっ、避けた。でけえ。なんだこれ。カンガルーは。カンガルーなんていいんだね。あそこにもいる。お、清流。清流コーナー。うわ。お、湧き水コーナー。なんかいるかなーっと。
うわ、なんかついた。うわ、なんかオタマジャクシいっぱいいる。うひゃー、オタマジャクシだらけ。うひゃー、オタマジャクシって久々に見た。お、カモだ、カモ。うわ、なんかクモの巣が頭にくっついた。うお、カモカモ、アイガモ、え、アヒルとカモ。おお、水飲んでる水飲んでる。あ、卵もあんじゃん。卵。うわ、なんかさっきからすごいクモの巣が頭にくっついた。まだ広いんだけど。うわ、まだかなり広いぞ。なんだこれ、これは入れない、これは入れない。あ、なんか鳥がいるぞ。なんだあれ、あ、鳥じゃなかった、気のせいでした。いやー、おしっこしたくなってきたな。昆虫ドーム、昆虫ドームではさまざまな昆虫を放し飼いにしています。これ入っていいんだ、これ入っちゃダメだろ。うわ、すげえ厳重な。お、こっちか。昆虫ドームだって。おほー、うんうんうん、いわゆるビオトープ的な感じだな。おほー、お、お、コウイムシとかいるわ。お、ちょっとおしっこしたいんだけど。よっと、わあ、ちょっと トイレ。おしっこ、おしっこ、おしっこさせてくれ。おしっこさせてくれ。これ開けられる？これ。あ、こっちも行けるんだ。お？あ、これ開けちゃダメなんだ。開けちゃダメな場所と開けていい場所がよく分からへん。おしっこしたいな、ランランラララン。ランランラララン。これで一周してきた。いやー、今度はですね、地下1階に、地下1階に行ってみようと思います。地下1階には魚がいるらしい。ウィス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 。よっしゃった。大でございます。ドアが開きます。お？あ、来た。とうとうカブトムシ来たぞ。カブトムシ地下飼育室。ほっほー。ほっほっほっほ。僕はミルワームと呼ばれている
餌として飼育されてるんだ。やっぱりミルワームはあれですよく飼育される。お、宇宙メダカ。お、メダカの子孫、宇宙メダカの子孫がここに飼われてるらしい。ほほほほ。お、カメ、日本石亀。うわ、でっけえ。なんだこれ、スッポンか。これスッポンもどき。スッポンじゃなかった。どやん。おー、いやでかいなお前は。お前スッポンじゃないのか、こんなでかい話してて。おひえ。お、これアロワナか。アジアアロワナ、でかい。スポテッドか。あれ、でも、あ、この中には入れないんだ。ガラス越しに見学してくれだって。あ、ちゃんとほら、みんな、俺も大好き水作くんが使われてる。水作8が使われてる。しかも旧式、多分旧式、水作8旧式が使われてる。お、飼育ケースはダイソーのかと思ったら違った。ほっほっほ。やっぱりみんな大好き水作8。俺も使ってる水作。うわうわ、元気なこいつら買える。まあ大体もう見たかな、こんな感じでね。これからはちょっと生放送。うわ、カメ。この後はね、もう一周、動画ではここまで。皆さん、これからは、次、まあこれでね、動画終わりますけど、この後に生放送で、ニコニコ生放送ね、します。ということで、ご視聴ありがとうございました。と思ったんですが、触れる場所が、1階にありましたんで、こちらね、ほらほら、ヘラクレスがいる。ヘラクレスでね、触れ合えるのが、外国産カブトムシは30分間だけらしいんでダメっぽいです。で、今からね、他のやつね、触れるらしいんで触ってみたいと。あ、オタマジャクシだ。触れますか。すみません、シャアできますよ。種類違うんですか。うんうん、あのね、あ、すみません、あの、一度手を洗って。ああ。すみません。同じ種類の。来るよ、来るよ、待ってて。そのまま動かずに出てくださいね。おお。血が生えて、手が出てきたら、カエルさんになる準備がもうそろそろ整っていますね。こんにちは。うわ、七節がいる。探してごらん。結構いるよ。こんにちは。いいですか。そのままじっとしていただけると。これ角質とか食べてるんですかね。おそらく食べてるんじゃないかなと思います。あー、すごい。結構何でも食べる時期らしいので。すみません、あの卵って本物ですか。本物ですって。何の卵でしょう。恐竜。恐竜も本物だったらね、すごいよね。おー、恐竜じゃないから、残念ながら。めっちゃくっつく。くっつくね。恐竜に近いっちゃ近いのかな。学校にオタマジャクシいっぱいいる。あ、いっぱいいるんだ。祖先、先祖。ヒント、でっかくてめっちゃ足速くて恐竜。うわ、飛べない鳥。ダチョウ。お、出てしまった。うわー、くすぐったい。くすぐって。ハロー、こんにちは。角質を食ってるらしいですね。おそらくちょっとずつ食べてるんじゃないかなと。すごい出てきてるね。こ
校の池にもいっぱいいましたね。はい、その池の子たちをちょっと出張でここに来てもらってます。出張こうやって話すときってどうするんですか。ちょっとね、揺らしながらバイバイしながら。すごいブレスレットみたいな、すごかったね。ちょっとちょっとみんな何でそんなところで見てんだよ。よいしょ。あなたが先にザリガニのところ行くから。あ、触りたい。手洗って、ね、あと5分したら触れ合いコーナー閉まっちゃうけど大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。あとどれが触れるんですか。ここにいる生き物は全部一応触れます、ね、ラクレアス以外は。あ、じゃあ、触っていいの。お、手洗ってかい。これでまた手洗うんですか。そうですね。ゾウムシ、ナナフシ、チョウ、アズマヒキガエル、オタマジャクシ、ガラルファ、ここは池の水が混ざっていて、外の池で、こっちはね、ちゃんとこう、きれいに水が浸水。うわ、ゾウムシ。コブナナフシ。大丈夫だよ。だってさ、みんなさ、古いさ、お肌がさ、あるわけ。ペロペロさ、日々さ、そのお肌さ、取れていってるから、それ食べてもらえるんだよ。そのチーズ、アブフシ。ティア、ね、あ、足、ね、見えたね。足生えてるね。すごい。ね、もうちょっとしたら手も出てくるよ。すいません、このカエル触りたいんですけど。あ、はい、少々お待ちいただけますか。え、触れるの。触れた触れた触れた。手洗ってきて。あ、アズマヒキガエル。触れる。触れてないよ、触れてないよ、それ。それ一回触る。じゃあ一回ちょっとお休みにするね。カエルさん、なの？カエルさんにこれから触ります。あ、いたいたいた、すみません、ありがとうございます。キャー、やるわ。先ここでやるんですか。すごい、これって毒ない。え、2匹。これこれここでやるんですか。うん、ヒガエルさん毒あるね。え、だけど大丈夫、ずっと出してるわけじゃないから。スタッフさん、はいはい。これね、おたまさっきやったじゃん。でも、おたまここの上でやるんですか。あ、うん、向こうに連れてくる。でね、あれ、あのフグって殺したの。いや、殺したのいないと思う。死んじゃったやつじゃないかな。あちらで、よかったら。やっぱいいね。触りたいな、あとはもう虫いるから。え、なんだこれ。まず、爪の顔を切りようか。ガラリハ。めっちゃ柔らかいから優しいと触ってみて。あれ、引きがあるじゃん。そうだよ。触ってみて。優しくね。ツンツン。優しく。プニプニしてんのかな。こっち側おいで。こっち側おいで。順番に連れてくるから。で、乗せてみたい人いたら。はい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 、じゃあ、こちらどうぞ。はい。はい。じゃあ、みんなが並べるように。私じゃない。そして、こうやってて、手を出して待っててくださいね。順番にね。たまにね、おしっこするときあるけど、許して。え、しないかもしれないけど、するかもしれない。やらないでしょ。うん、かわいい。かわいいよね。なにこれ、うんこ。これは土、大丈夫。洗ったところ元気だね。そう、しっかり洗ってね、みんな。じゃあ、毒は今出してないだろうが、手はしっかり洗ってください。たまにね、おしっこしちゃうんだよね。これ皮膚から出すんでしたっけ、毒は。この辺から。あ、はい、出すそうで、私も見たことはないんですけど。あ、ピュッて飛ぶ場合があるとかね。ちょっとそれで目に入るとやばいとかありますよね。やばいみたいですね。憧れのあの道が触れる。どれですか。ね、怖いよ。ここも全然する。いいよ、一緒に。ありがとうございます。
ね、あー冷たい冷たい、ちょっと冷たい。オオカガタ触れるよ。どこで？オオクワガタ触りたいですね。オオクワガタ触りたい触りたい。じゃあオオクワガタ次。じゃあオオクワガタでいいんですか？オオクワガタ、カブナナムシって言ってた人いなかったっけ？オオクワガタ、オオクワガタ触りたい。オオクワガタ、オオクワガタ。うるさい。おお、いたー。オオクワガタ。テラフェイスは土日祝日だらけなのです。ホーテー台の前で待ってて、ね、みんなクワガタさんね、持ち上げたりはしないでください。フリー、お願いします。しかもデリケートだな。デリケートってない。うん、繊細。お姉さん。ちょっと弱い。今日の元気なくなっちゃうの。今日の恋愛コーナー。押してる？いける？触るときはこの羽の部分か胸の部分優しくちょっと撫でてあげてください。ね、頭じゃねえよこれ。頭じゃないんだな。挟まれちゃうの。お姉さん。じゃあ行くよ。クワガタ飼ってるよ。ほんと？どうぞ。どうした？懐かしいな。触れるよ、ジュルマンにね。この好きなね、挟まったら痛いって言って、聞いたことあるわ。気をつけて。マジ？この隙間めちゃめちゃ痛いらしい。あの人でって毒ないの？だってないよ。マジ？よかった。優しくね、よく。見た目がキモいんだよ。だけどなんか触れた。足も優しくね。恥ずかしいって。こっちは？こっちはちょっと危ないんじゃない？こっち、これちょっと恥ずかしいかもしれない。おお、やっぱかっこいいな。これですよね。つやつや。いやー、やっぱコオクワガタかっこいいな。ね、撮っていいですか？これ一匹なの？写真いいよ。平田ではないみたいだね。平田さんはもうちょっとちっちゃくて薄いんじゃないか？どうだろうか。この体重重がある。この体重30キロ超えてる。やば。マジで？写真撮るの超いい。うわ、これ触れた。これはね、土日祝日でね、1時から30分間だけなんだ、触れるの。だからお父さんお母さんに今度連れてきてって言って。ガラルファっていうのは触りたいんですけど。あ、少々お待ちいただけますか。はい、取れた。よかった。よかった。よかった。手洗ってんで、もう一回ね。はい、ごめんね。
っていただければ、はい、持ってくるので、こいつ暴力振りました、外で話してください。ちょっと待ってください。うわあ、すげえ吸い付いてくる。うわあ、すげえ吸い付いてくる。便利で行くのよ、これ。それやったら、もう一回手洗いにして触る。ひとりさん。うん、触りますよ。後でまた洗います。可愛い。それ可愛いよね。でもあまり動いてるの見たことないでしょ。うん、少しある。本当？あとでさ、ご飯食べてるのを読んで。あ、やっぱり、はい、いいの？うん、ちょっとね、多分ね、向こうでね、ご飯食べてるトレさんがいると思う。なんだこりゃ消して消して俺なんか逆に食べたい触って食べれるかとかちょっと確認した方がいいよ。いいよ、優しくね、なさって。いいよ、こっちの今ね、足入れてないからくっつかないと思う。うわ、すっげえ吸い付いてくる。隙間があるでしょ。ね、隙間からニョニョニョって毛穴が出てる足観測って呼ばれてるのが出てくるでしょ。これね、全部足。あとで反対側触ろう。まずこっちの目で触ってみよう。気持ち悪い。1つ目の目で触ったら気持ち悪い。うわ、でも大丈夫大丈夫、水で、みんなこれ後でちゃんと手洗ってね、塩水だから軽くなっちゃいます。塩水って、海の水。そう、海に住んでるでしょ、それって。川にも住んでる。本当？川にも人いるかな。いたらちょっと知りたいわ。知りたいわ。うん、キモい。これはないですか。そう、すぎてキモいって言ってるけど、うん、お水が見たくなってる。いやー、気持ちよかった。これは気持ちよかった。俺先ちょんちょんのこれって、これって触っちゃダメ。いやー、そうだね。いやー、そうだよ。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。みんなこうやってるの。見る見る。エビだ。エビ。オキアミだったかな。オキアミ。あ、エビさんの仲間が。食べてる。これね、ブニョブニョしてるところあるでしょ。うん、これね、鳥さんの胃なんだって。胃をね、出しながらね、出しながらこうやって食べるんだって。ちょっとずつ。怖。面白いね。じゃあ、ごめんなさい。いやー、面白かった。ということでね、触れる場所もあったということで、いろいろ触りましたけども、まあ子供に大人気という。それではね、ご視聴ありがとうございました。